はい、今日はね、INFJ を語る会ということで、INFJ をこすっていこうと思いますと、第8回、機能で見る INFJ と相性の方がいいのはどのタイプかというね、これ、加老さんという方のリクエストでやっていこうと思いますと、えー、他人くん、えっ、ー、と、ISTJ の他人くん、相性がいいっ、はい、悪いってわかる、大体。まあ、なんとなくは。 ななんとなくで俺が相性悪そうなタイプって一応ここ書いてあるんだけどとりあえずは P 型と相性が悪いの分かるとり ISFP ような代表はだから P 型と J 型ってあるんだけど P 型ってね押し付けるんだよね基本,本なだから思ったらすぐこうだこうだこうだってやるタイプで J 型っていうのは一旦受け止めてからこうかなっていう感じだ うんうん、だから P 型基本苦手で特に感情と思考の P 型がもう面倒くさい <laughs> そうやなう,うんあのね、うん、だって感情型の P だとさ「私の感情はこうだ!」とか言ってやってくるわけよみんなこう思ってるんだよこの野郎とかねうんでそれに対してえー、っとあ違う違うみんなじゃない私だ、うんうん、だって INFP と ISFP しかいないじゃん うん、だって P って主観か、えー、補助か内向の感情か思考ってことだからでえっ、ー、となんだっけ、えー、とそうそう内向思考の思考型の P もめんどくさくて「これはこうなんだ間違ってる合ってる間違ってる合ってる」とかってしつこく言ってくるの。だな<ろ>うん。で、うん、INFJ ってね基本的には SE と FE で常に世界観を更新してるから。 あのー、あなたの間違ってる合ってるってそれってどうなんですかって感じなわけよわかるそうやなうん<ー>だからあなたの感情ってそれ一時的なもんですよねとかあなたが正しいと思ってるものってそれって一時的なものですよねってなるわけでそれに対してこれはこうなんだこうなんだこうなんだって言われると非常にねあめ面倒くさとかなるわけうん確かにうんうんざりするわけね <laughs> ねまあちょっと P 型の人たち、うん、ここでこれね案外これ見ると分かりやすいんだよねまず、えー、ISTP 見て「ドラゴン細い」って書いてあるじゃんうんうん「品津川さねみ」って書いてあるじゃんあれなあのこの人たち近くにいてほしいちょっとめんどくさいなこの人はでしょ、うん、ISTP はまだマシなんだけど煉獄さんもさなんか「うむ、ん、それは違う」とか言ってなんかやられてるとちょっとね うん、うせえらーなるでしょうで次 ENFP 見てみてまずさ岸辺露伴とかひそかが並んでるあたりで終わってるじゃんマジでそれなだろジョブスもそうじゃん <laughs> ジョブスっつったらめんどくさいので有名な人じゃんうんうんで INFP 見てみてエレン・イエーガーと古城忍ってもう,もう好き勝手やってなさいよって感じじゃん関わらないでっていうそうだえいやエレンって エレンってだからさ自分の仲間たちを平和にするために俺は命をかけて世界に大創造を起こすぜってか言ってうんうんちょっとそれどうなのなっていう、うん、はい次 ISFP ああこれ説明不要だはいで ESFP はね例外的にこれ仲いいんだよねこことはうほうほうなぜかって言ったらね外交感覚が強いからこの人たちってね特化損かにすごい敏感なんよ あなるほどね、確かにそうだな。だから俺がさ、えーと、それって得じゃないよってさ、あっ、本当だとか言って、教えてくれてありがとうとか言って、な、なるほどお、お主には私が見えないものをよく見えているとか言ってやりだすわけよ。全員がそうでしょ、そ,うそっち行ってくると危ないよ、なんでって、いやいやいや、ちょっと行ってみれば分かる、本当だありがとうとか言ってやりそうでしょ。 うんだからこの人たちはね、本当ね、さすが外交感覚だけあってね、うん、しかも補助が感情だけあって、何も考えずに動くところがあるんだよねっていう。<laughs> え次、ENTP 見てね、えー、なんかめんどくさそうじゃないよりいちさんとか、うやしきかとか。ちょっとあるよなこいつらユングもなんかさ、あの著作見る限りだるくない、うん やるよねで、ENTP もうな内向思考って段階でうざいのにさ、もう、カント、プラス、ビトゲンシュタインってもう読めたもんじゃないんだよ、<laughs> こいつらの文章は。ちゃんと読める文章書いてくれっていう <laughs> ね、ということで、まあ、INFJ は基本、P 型が苦手です。と、例外的に ESFP は、そんなに苦手じゃないです。ただ、この人たちが、勘違いして怒ってきたら、あーあー、めんどくさとかになるわけ。だら この人たちって結構勘違いで怒ってくるとこあるから例えば秀吉なんかもそうだし、まあ、ラインハルトはね超頭がいいっていう描かれかするからそういう変な間違いしないんだけどでもたまに切れるわけようんある、うん、なんか変な切れかする時あるよねこの人で次ね目的意識が薄いとか本末転倒が嫌いっていうのわかる INFJ はわかるわかる言いたいことはでしょ、うん、でもね不干渉だったら OK なんよこれは 好き勝手やっとけって話だろうかうだ。そうそうそう、好き勝手やっとけっていうのに、なんか巻き込んでくるタイプっているじゃん。ん<ー>まず、この ISFP とか、<laughs> INFP とか、ま、さっきのエレイン映画がそうでしょ <laughs> みんなを守るために世界中を騒動を巻き起こすぞとか言って、なんだそれはっていう。本当にうん。<laughs> えっと、ISFP に至ったら、器物事無残って書いてあるじゃねいか <laughs>。もう、うん、やばすぎだろ、これ。 うんいやだから、この人たちどれだけ我慢できるかっていうのが結構、鍵なんだよねっていう例えば、この徳川家康なんかそうでこの人はね自分の、ね、エゴを、ね、どれだけ押し込んでっていうのであの天下取った人なんだけどでそれでいっぱいいっぱい支持を得られるわけねでこの ISFP なんかがねこうぐっと我慢して飲み込んで我慢してってやっていくと部下たちが我慢してるのがわかるかそれ、君たち我慢してるね、偉いねとかってやりだすのよ。 かるだから、ね、ただねこの人晩らね超ロリコになったから <laughs> そうだ <laughs>、うん、13歳の女の子ばっかり手出してあのえー、っとなんだっけ側室にしてたうわ13歳12歳とかその辺ばっかり抑えきなくなったな、えー、で,、ね、で不干渉なら OK なんだけど理屈倒れの幻覚趣味ってこれ意味わかる 格趣味分からないな理屈倒れはねまあわかるの幻覚趣味っていうのはさなんかこう高尚な学問をやってるのが素敵よねみたいな感じでさなんかこうぐち,ぐちゃ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 やるやついるじゃん。わ<だ>か,かるあの例えばさ私何々という哲学が好きなのでこれが受ける私というね何という敗戦ですね私なのだとか言ってクソ役には立たないんださなんかフランス分析哲学だけをやってるとかさ。 いるでしょう自分に寄っとる時はね,時はねうん、うん、でこれってね TE の人が圧倒的に多くてなぜ TE が多いかってこいつら引用が多いのよそうやな引用だからあの書いてあるものを理解もせずに覚えてそれをペラペラ,ペラ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 喋ってるとかいうケースがある大学のね、うん、レジュメとかでそういうふうに作ってやられるやつとかいるよ確かにそうそういるでしょこんなやついる。やるそうでしょ俺はやるけど うん、うん、だけど君の場合それって特に意味がなくてまあまあまあカッコつけるためまた単位取るためだけにやってるとか割り切ってるじゃん。やるよ、それはね。うんだけどそうじゃなくてさ、だこういうこと言ってる私えー、なんてインテリなのであうるとか言ってペラ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 喋ってくれやつがいるのよ。俺俺でそれに付き合ってあげなきゃいけないのとか思いながら聞いててうざーとか思ってさ。うざというか、<ー>キもというか、吐きそうというか。かるかるわかるわかるわかる。<laughs> 分かる分かる くさっていうだからこのタイプが多いっつったら多分これ指揮官 ENTJ あっこっちだねこれとあとはねえとこのサイコパスのところ ESTJ じゃねあ違ったえっとあうん ESTJ 幹部ってやつ外交思考補助感覚まあだからこれ見て多分分かんないと思うけどさ高橋洋一とかさ米前美由一とか私はこんな賢いんだよペル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 ってやってくるじゃん 知らないと思うけどそうなんだうんでう私は偉いんだからあなたたちは聞くべきなので私の言うことも聞くべきなのであるとかってやってくるわけねでこの指揮官 INTJ に関してはフロイトとか三橋隆明とか三橋隆明なんかもうすごいことねなんていうかもう15年ぐらい前から同じことをずっと言い続けてるんよでフロイトあれでしょ自分の言うこと聞かないやつはもう波紋状態まで追い込むでしょ確か 確かに覚えてないですホントに「いや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 って言って何か役に立つのかなと思ったら「リビドーである」って書いてあるだけなのよ「えー、リビドーって性欲全部性欲ってなんかおかしくない?」とか言って、うん、でそういうの聞かされるのがもう嫌で、うん、めんどくさいなとか思ってんので次当然無意味な SI とこの「当然」って言葉いるの?る「無意味な SI と FI のこだわりの干渉 これはわかるでしょさっき言った INFP とか SFP を押し付けてくるやつとかあとはこの SY っていうのはどれなんだろうな SYSYSY ああだから例えばさここのさ ISFJ とか ESFJ がちょっとめんどくさいなって時がこれ自分のこだわりをガガガガ言ってくる場合感情型の方が多いと思うれこれは感覚型はね所詮ねあの自分のことだって割り切ってるとこあるから 感傷、うん、しないでしょ特にしないね、はい、損か得かという場面以外しないでしょ基本例えばそれ続けられると、うん、俺損するからやめてよって声が出すだけでしょああそうだなその程度だけどだ ESFJ だとね<分>なんかそれやるとみんなのためにならないからよくないんじゃないのとか言ってね勝手に出すのういよなあれで ENFJ だとさそれってさちゃんと外界を見た上で言ってるからさそれやると、うん あれみんなのためにならないし、あなたも損するからやめましょうとか言ってくる。おだ<ー>から<は>、うざさがね、ちょっと違う。だからね、一番相性がいいのが ENFJ じゃねとか内心思ってんのよ、俺。あこの人らか。うん。この人ら。えっと、どれかなと。えー、っと、あナルトとかね、かなえさんとか。うん。うん、なんかこの人がうざいこと言っててもね、よくよく聞いとくと、なんか理由があるのよね、ちゃんと。まあ、あ<ー>それだけやるよな。なるほどねって。で、それに対して、 えーと、この ESFJ ああ、うん、このメンツ見ただけでもわかるじゃん <laughs>、ね、考えらっしゃるとえら単純にうんねでそれに対してさ奥安とか伊之助とかこの辺はさなんかもう好き勝手やってるだけじゃんほ、うんと野生だからなこいつらわ,わけわかんねえまあまあまあはいはいはいあ自分がおかしいことよく分かってるから他人に対して何も言ってこねえよみたいなで何か言ってたとしたらそれほんとにおかしいことない <laughs> こいつらが言うこってことは 助がなんか言っっててる時「そうでししょう他人に対してそれってよくないんじゃねえのか?」とか言って「ギャー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 」言ってて確かにそうだよなっていうようなレベルのことしか言わないから <laughs> これは例えばノ之助が言うと言ったらこの辺でしょ、えー、と体重を軽くするのどうしたらいいか腕を切り落としたらいい「いやそれはおかしいだろう」とか言って <laughs> <laughs>、うん、まあ、まあ、確かにその辺しか多分干渉してこないこの辺はだからこの ESFJ ねちょっといいやつばっか集めすぎてる気もするこれ。 もうちょっと変な人もいると思う。というよりもね、あとはね、えー、INFJ がね、一番嫌がるタイプってね、実は書いてないんだけど、何だと思う何だと思うえ,えこれなんだよね。あの<ー>身。ああ。一つの方しか発動してないようなタイプ。っていうか、まあ、常時発動で主機能と補助機能が発動してるはずだから、その2つの機能しか発動してなくて、 でまあ、なんか自分がやりたいこと自分が心地いいことばっかこすり続けて結局あなた間違ってますよみたいなことをやってくるやつでそれで押し付けてくるタイプとか<だ>干渉してくるタイプが嫌ってこと<ー>アノミー自体は俺ね別にいいのよアノミーを注意するのは多分 ENFJ とか ISTP うん、うん、ESTP も注意してくれると思う、うん、ここのグループはね全員注意してくれる INFJ を除いて infj はね眺めて楽しんでる、うん、うわキモっと言って <laughs> うわ、ま、っええー、ってなんでこいつこんなキモいんとか思ってじーっと見てたらああなるほどねってなっていろんな原因が見えてくるんだけど、まあ、最終的に行き着く結論、うん、ユングシングル学 MBTI 的に行き着く結論はこのアノミーってやつうん 2>,、ねうん、2機能しか発動してない場合 でまあ相性がいいのはやっぱ FJ 型と非合理型基本的にはっぽいなうんただ例外としてここの ESTP とあとこれかなえー、っと ENTP うんうんとあとねえー、っとこの ENFP とあ P 型だからこれ苦手な当然かうんまあ ESTP がいいとあとね INTJ もちょっと若干苦手なとこあるうん ESTP はねあのー、やっぱ P 型だけあってねうるさいまあそこだろうなそれはで INTJ はね FI 持ってるからねちょっとあって思う時あるあ<ー>うん FI がね、えー、弱いのは弱いんだけどただね TE 持ってる FI じゃなくて SE 持ってる FI だからあのー、それってあの正しくないんじゃないんですか って感じじゃなくてそれってあの何世界から見て正しくないんじゃないんですかってやるやつわけよ自分の好き嫌いだから fe があの se とくっついてる場合だと世界観はずっと更新してんだけど fi と se が結びついてる場合だと自分の好きをね世界にこうねこう押し付けていくみたいなとこあるからでそれでひっくり返ってきてこの人が気に入らないことをやってるときにそれって何々によく何々自由に入るんですくんでるんでるんてるかんだって理屈言ってるんだけどよくよく聞いてみる自分が気に入らんだけみたいな うわうざいやつかなうんでここのグループの特にここの J 型はねとにかくね J だけあってねあの時給戦を仕掛けてくる議論なだからちょっとそこは勘弁してほしいなっていう感じでまあ最後にね例外的に ISTJ と ESDFP とは相性がいいとうん ちょっとしたあそうそうでなんでかって言ったら、やっぱりこの ESFP はさっき言ったように、現実を、現実の損得をね、しっかり捉える。で、ISTJ はむしろ、その、なんていうか、自分のこだわりはこだわりに過ぎないということをしっかり分かってるのよ。そうだな。うん、俺はこんな非生産的なクズだぜ、みたいな。<laughs> 認識あるでしょ、そういう。 まあ、あるよ俺がやってることは世間の誰にも通用しないけど俺は好きだみたいな。うん。うん、絶対理解されないと思ってるけど。ということでね、今回はまあちょっと機能で見てみたんですけど、INFJ と相性のいいタイプ、悪いタイプっていうのは分かりました大体。まあ大体分かりましたね。大体分かりましたね。ということでね、これ、とリクエストしてくれてありがとうございます。では。